さあ始まりました。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、3月19日午前5時58分 YouTube 録画しております。今日もですね、ブルームバーグの記事から今ちょっとニュースに出ているこのウクライナの記事とかですね、こちらを詳しくちょっと解説させていただきながら、それからですね、ジャスミンのチャート分析に参りたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。はい、まず一つ目の記事なんですけども、ウクライナの記事ですね。中国は戦争を望まずということで、習氏がバイデン氏に説明したということですね。まあ、このような記事になっております。NATO がロシア側と、連絡継続ということですね。誤りでの戦争突入回避を、模索しているということになります。それから戦争で身動き取れぬ、ロシア中銀ですね。こちらが18日の政策会合、制裁で経済疲弊でもということですね。それからプーチン氏の、崩れたゲームプラン、ウクライナ南部侵攻で透ける、思惑ということですね。まあ、いろんな記事が出てますけども、ちょっとこうロシアの方も、ちょっと戦争のね、状況がこう思ったようにいかないということで、いろいろちょっとこう最近問題になってるなという、それから中国のこのね、存在感というのが、こう、ちょっとこう、またクローズアップされているなという印象がありますので、まあ、アメリカとロシアとこの中国の大国の、こう、なんか、せめぎ合いというか、なんか、こう、駆け引きみたいなのが水面下で行われているんだなと、改めて思っています。それから、こちら、日本の、記事になりますけども、日本の、商品高で、物価 2% をね、引き締め適切ではないと、円安はプラスなのかということで、黒田総裁が発言された記事も出てます。それからこちら中国とアメリカの関連した記事なんですけども、バイデン氏が習氏に警告ということで、ロシア支援なら結果伴うということで、アメリカと中国の首脳会談ということですね。まあ、そのような記事が出ておりました。で、いろいろロシアの記事とかね、またいろいろアメリカに関する記事が出ておりますので、ちょっとこの辺もね、しっかり皆さん後でフォローしてチェックしてみてください。それではお待たせしました。ジャスミンのチャートをしっかり皆様と一緒に見ていきたいと思います。はい、お待たせしました。今日はジャスミーの、価格からチェックしていきたいんですけども、今ちょうど午前6時ですね、3月19日6時の段階で、見てください。これ見間違いなのかなとちょっと思ったぐらいの金額が出てますね。61% 上昇。価格も4円ですか、これ。4.4 円ということで、ちょっと本当皆さんもね、驚いている方のツイートなども私も拝見して、慌てて、先ほど見たように、またちょっと目を疑って、本当夢なら覚めないでパート3という感じなんですけども、今ランキングも270位まで来たということで、しかも4円ですからね、この前まで 1.3 円とかね、2円とか状況でしたので、すでにまあ2円ぐらいで買った方もですね、2倍ぐらい取れてると。本当にジャスミーっていうのは、こういう仮想通貨なんですね。値幅がでかいんですよ。なので、その安くなった時にしっかり買って、翌日、例えば 60% 上がってる。しっかり利益取れますよね、この状況だったら。ただし、今、ここから難しいんですよね。また、明日も例えば 20-30% 上がるかもしれませんし、まあ、逆に下がるかもしれない。そこは皆様のさじ加減なんで、まあ、利確も少しはやっぱりしてもいいのかなっていうのは変わらないです。まあ、明日も上がるかもしれないけど、下がるかもしれないし、下がるとまた、どんどん下がっちゃうかもしれません。そこは気をつけてください。なので、昨日買えた、買ったとか一昨日買った方は、まあ、この価格をね、ちょっと疑っちゃうかもしれませんけども、まだまだね、確かに上がるかもしれませんが、少しはやっぱり利確しておく方が、いろいろ、いろんな意味でいいんじゃないかなとは考えてます。まあ、そこは難しいですけどね、誰もわからないんで、ちょっとその辺は、投資は自己責任で皆さん本当にお願いいたします。ただしこのね、状況を見ていきますと、4.45 円と誰も想像しなかったようなこの急上昇なわけなんですけども、まあ、状況的にはもう、別の仮想通貨じゃないかなっていうぐらいでね、こう真逆の状況になって、まあオセロが黒から白になったみたいな感じのイメージなんですけども、ちょっと1週間のチャートもね、先に見ていきたいと思うんですけども、見てください、これもう1週間のチャートどうなっちゃってるのかなっていう感じですよね。皆様がこの恐れていたりとかして、もう1円になったら買おうかなって言ってたのがこの赤いところです。で、1.25 円が最安値でしたので、まあその辺やっぱり意識されて、その手前ぐらいで買い物が入ってきました。で、しばらくちょっとフラットな状態が続いていたんですけども、急に動揺ついたのが、この真ん中辺ですよね。2円ぐらいまで上がって、そこから一気に上昇、この1波2波という形で 2.5 まで上がりました。で、そこからまたね、下がったんですよね。2円まで下がって、そこからまた少し調整というかね、長かったですよ、意外とね。そこからまた 2.5 に戻して、今度どうなるのかなと思ったんですけど、押してまた戻すかなと思ったら上がってたっていう形で、
素晴らしい状況ですね。上がったらもう早かったですね。ここからは一気に上がってきて、5円に迫ろうかというのが今の現状の動きかなというところですね。はい、このような形でもう左の、今、一番高いところを突き抜けておりますので、これはものすごい、こんなチャートっていうのはあまり見たことないですよね。素晴らしいと思います。で、これが1年のチャートになりますけども、これ1年で見てもだいぶ上がってきたぞというね、ところが下の方に出てるかなと思うんですけども、このような形で向きが完全に変わったなっていうのが最近の動きですよね。あんまり変わったようにも思えなかった2円台だったんですけども、4円になるとやはりね、チャートを見ても、ちょっとコツンとこうね、上に向かってきてるぞっていうのが確認できてるかと思います。非常にこちらも素晴らしい、いいチャートかなと思いますね。なかなかこういうチャートを本当見たことなくて、これは面白いんじゃないかなってやっぱり改めて思ってます。で、ちょっと直近の動きですね、最後に値段の構築をしていきたいと思うんですけども、現状ちょっと今4円をちょっと上回ったところですが、ここからどうなっていくのか、ちょっとこれ誰もわからないなっていうのが正直なところかと思ってます。当然やっぱりね、普通に考えたら66% 上がってるわけなんで、どこかのタイミングでやっぱり利確をしていくっていうのは、これ間違った選択では明らかにないとは思うんですけども、また次の日 30% ぐらいとか上がるとね、なんか 60% 取ったのに損した気分になっちゃったりするわけなんですけど、そこが難しいです。ですので、全部をね、利確するということではなくて、自分がこう、後悔しないぐらい、今利確しておくタイミングなのかなっていうのは思います。もっとね、未来は上がっていくとは思ってはいるんですけども、ただ一応ね、また下がることも想定しておくと、どちらにも動けるように、少しはだから、売っとくというのはね、一番、賢明なんじゃないかなとは改めて思ってますね。かなりもうね、動きが全然違うので、ちょっと読みづらいですね。セオリーはやっぱりでも利確はしておくべきかなっていうのが変わらない気持ちです。それは再三この上がってるタイミングで言ってるんですが、全部売るとね、次の日、例えば昨日全部売ってしまったというと 67%、本当に損したって気分で、儲かったのになんか損した気分になりますので、やっぱりそこは調整した方がいいと思います。50%、25%、それから15%、10% とかね、5% とか。全部売るとそういうことになってしまうので、やっぱりジャスミンってもともと将来をね、見据えて買ってる方が多いと思うので、短期的な値動きにも惑わされてはいけないんですけども、ついつい惑わされるぐらいのね、あんまりこうありえないような上昇なんで、誰もわからないと思うんですが、ただしそこは皆様の本当にこの持ってる数量にもよりますね。たくさん持ってる方は少し多めに利確しておいても損はないんじゃないかなと。利確ですからね、損切りではないので、そこはしっかり意識していただいて、ただウクライナとかの問題、それからアメリカの地政学的リスク、それから金融政策、この2つを考えていきますと、今回いろんなものがね、値段がリスクオンになって高くなってます。株式の方も一週間かなり動いてます。だいぶ値段の方がそれぞれのマーケット回復してます。ただし一週間、またね、土日挟んで月曜日から始まるとしたら、そこはどうなるかまた誰もわからないです。株式もジャスミンも。他の仮想通貨も同じです。ただ、上げたらやっぱりリバウンドっていうのはどこかで絶対つきものなんで、こんだけジャスミンも上がっている中で、リバウンドがない相場っていうのはありえないっていうのは間違いないです。なので、そこを見据えて少しやっぱりね、軽くしておいて、その大きなリバウンドが来た時にまた枚数を増やすとか、そういう戦略も取れますよね。で、ジャスミンを売ったらジャスミンを買わなきゃいけないってことでもないので、またその売った瞬間に今度現金ができます。で、その現金ができた状態で、他に何かいいものがないかなっていうのを探しておくべきだと私は考えます。その中でまたジャスミンがいいと思ったりとか、他の、例えば株がいいなと思ったりするかもしれません。それはそれで全然いいと思います。ジャスミンに固執することもないですし、売ってやっぱりジャスミンがやっぱり良かったんだっていう気持ちになれば、またジャスミンをその安くなった時点で買えるように準備しておけば、一番いいんじゃないかなと思いますので、その辺皆さん臨機応変にやってみてください。ただ全部ジャスミンで保有しておくということではなくて、少しやっぱり分散しておくのは、やっぱり長期的な目線で見ると間違った選択ではないように思います。で、しっかりやっぱり利確をしていくっていうのは、仮想通貨も株式も全てのマーケット、これは絶対必要です。なので、その辺を意識して、悔いなき選択というか、悔いなき後悔というかね、後悔しないような投資というんでしょうか。難しい表現なんですけども、そういう形を一番取るべきじゃないかなと思います。一番やっぱりあり得るのは、かなりね、これは私は全然失敗ではないと思うんですが、例えば仮に昨日買ったジャスミン、全部売ってしまったと。で、今日売ったと。で、明日また、例えば 50% 上がる
これ失敗だなと思うかもしれませんが、それは失敗だっただけでわからないですね。売った瞬間には明日下がってるかもしれないので、たまたま逆に出てしまったという形だと思いますので、まあそうならないためには、だから少し残しておくっていうのは絶対必要ですね。まあ両方作戦が取れるわけですよ。次の日また高くなったら、それはやっぱり半分ぐらい残しておいた方がいいわけですし、それから逆に半分売っておいてキャッシュがあれば、次の日急落して 20-30% 下がった時、また少しそこでより美味しく増やせるじゃないですか。まあそういう戦略を取っておくべきなのかなと思う。どっちかにかけてしまうと、どっちかじゃない方になった時に、やっぱり損したりとか、もったいないなと思うので、どっちが来ても動けるようにしておくっていうのが一番いいかなと思うので、まあそういう選択ですね。で、どっちかは本当に誰もわからないので、やっぱどっちが来ても対応できるように柔軟にしておくのが、まあ長く投資を続ける上では必要なのかなと常々思っています。でも本当に、ね、それも嬉しいですよね。本当にね、1円ぐらいから皆様と、お付き合いしてたというところもありますので、本当にそこから見たら 1.3 円ぐらいで買えてね、皆さんいつもコメントくれている方とか、それから見ていただいている一人でも多くの方が、やっぱりそこで今3倍以上になっているかもしれません。2円だったらまあ 2. ちょっと何倍かと思うんですけど、やっぱり冷静に考えると一気にそのね、かけたものが2倍になるっていうのは本当にありがたいことだと私は考えてるんですね。なのでそこはやっぱり少し謙虚になりすぎてるっていうことでもなくて、やっぱりしっかりそこは受け入れて、この短期の期間でその自分が買った分が2倍になった。まあ買った額にもよりますけどね。皆様がどれぐらい買ってるかもわからないんですけども、そこは本当に謙虚になりすぎずに、しっかり短期でそれだけ稼げたっていう自分を褒めてあげてほしいですし、まあそれから長く、この今回買った分を次に生かして、またさらに買っていってほしいなというのが本当に切なる願いです。で、今 70% は本当にすごいですね。でも本当に良かったと思います。やっぱ今ジャスミン利確できるような人たちっていうのは本当に苦しくても諦めなかった。その、なんて言うんでしょうね。懸命な形が本当に奇跡を起こしたと言ってもいいぐらい素晴らしいなと、本当にすごいと思います。ですのでしっかりその辺を噛み締めて、これからね、長くジャスミンともお付き合いすると思いますので、そこもぜひね、満喫していただいて、ちょっとは利益確保して、少しは体のなんかこう休める形で何か活かしていただいて、まあ、美味しいもの食べたりとか、やっぱりそういうこともね、やってあげるとより投資が楽しくなると思いますし、まあ、ちょっとご褒美あげたりとか、ぜひしてほしいなと私もちょっと思ってますね。本当にそこは真剣に思ってます。なかなかね、やっぱり勝っても仮想通貨のプレイヤーの方たちっていうのは、やっぱりすごい一生懸命な方たちが多いなと思っているので、またそこで新しい仮想通貨を買って、まあそれが嬉しいんだと思うんですけども、まあそれプラスね、やっぱり自分に何かその一生懸命安く買えた時の、この恐れというのはすごいと思うので、そこをやっぱりね、超えて利益出したっていうことになってくると思うので、ぜひ本当にこれからも諦めずにですね、お互いに頑張っていきたいなと思いますので、これからもぜひチャンネル登録まだの方、ぜひね、この機会にしていただいて、ジャスミー同様、これからもどうぞ末永くよろしくお願いいたします。ということで今日はちょっとね、もうなんか、値幅のこう、動向っていうよりは、今 70% は本当上がってますので、しっかり、急ぎすぎずにね、ちょっと下落トレンドになりそうだな、とかね、ちょっと上昇率が、縮んできたりした時に、売るっていうのもいいかもしれませんけども、しっかり利確をね、コツコツ丁寧に、やっていただいてもいいんじゃないかなというふうには思います。ですので、ただね、本当に先ほどから散々、まあお伝えして、散々というか細かくお伝えしているんですけども、全部売るとやっぱりね、どちらにしても後悔が出てくる可能性がありますし、まあただ、わかんないですけどね、まあ全部売ってもいいぐらい上がってますからね、今日本当に。ただ、やっぱり、長くお付き合いしていくっていうこともあるので、まあ、そこは量は皆様の調節にお任せします。そこは私も全然わからないし。で、売らないっていう選択も全然否定もしません。そこは。ただ私はやっぱり 70% 上がったっていうのはしっかり利益を取って、ちょっと一回休みたいなっていうのもありますね、正直ね。で、それからまた明日につなげていって、で、新しい仮想通貨を探したりする時間も楽しいですから、そういうのもやっていただいて、でもやっぱりジャスミンしか俺はねえよと。ね、本当にそういうことがあれば、またジャスミンをいつか買えれば、そんだけいいことはないと思いますし、まあそれだけの本当に宝物みたいな仮想通貨じゃないかなと思う。なかなかないですからね。本当に皆様がジャスミンと何かご縁があって、本当にたくさんいい思いをね、してほしいですし、
まあ、そんな感じ。すいません。長々とお話しさせていただきましたが、ということで80%ってすごいですよね。他の仮想通貨見てもそんな上がってるの今日ないですからね。本当に皆様が数ある中でジャスミンを選んでいただいて、私の今チャンネルの YouTube を見ていただいていると思うんでね、本当に私も改めて皆様に感謝申し上げて、これからも皆様と一緒にね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ジャスミン以外はね、イーサリアムも今日上がってます。5% 上がってますが、それから見てもね、もうバカでかい、すごいですよね。これ見ていくうちに、90とかね、100% 上がるんじゃないかなって思ったりもするんですが、まあ、ちょっと5円になる瞬間ね、一緒に見られたらいいなと思うんですけども、まあちょっとそれは皆様の楽しみに撮っておこうかなというところで、ちょっとこの辺ね、今回の動画終わりたいと思います。なかなかと、今日はちょっと、皆様のこう、なんていうのかな、日頃の頑張りにちょっとエールを送りたいなという動画でね、ちょっと細かい数字の方は皆様に、お任せして、ぜひね、これから今日はちょっとゆっくり、土日月とね、皆さん本当に一生懸命お仕事されてたりとか、フリーで頑張ってたり、まあいろいろ投資で頑張ってる方ももちろんいらっしゃると思いますけども、ちょっとね、多分頑張りすぎていたこの1ヶ月、2ヶ月、南極でした。本当にね、ちょっと休んでいただいて、休むというのはなんかこう、心を休めるみたいなイメージですけども、本当にまだまだね、長い戦いはこれからも続きますので、しっかりちょっと休んでいただいてもね、差し支えないんじゃないかなと思いますので、それぐらい頑張ったと思います。本当にね、皆さんお疲れ様でした。まあ、とりあえず本当に今日は素晴らしい一日になって、皆様とね、今日こういう形で迎えられて本当にありがたいなと思います。ジャスミン、これからも頑張っていきたいですね。ジャスミン最高っていう形で終わりたいと思います。ありがとうございます。またね、別の動画で、皆様とジャスミンお話できたらと思います。またちょっと動きがね、ありましたら今日もフォロー一生懸命させていただきますので、またツイッターなども確認していただいて、更新されてたらぜひチェックの方よろしくお願いいたします。じゃあ今回は、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。